ゾロ、ディナポリ、ディナポリから小笠原、うん、小笠原、おいや強烈なシュート、ま、インテル一人倒れました。まあでも小笠原やっぱりミドルシュートありますからね。マテラッティだね、この倒れ方は。捉えてしまいましたね。急所に入っちゃったですね。強烈なシュートでもね、やっぱりね、はい、最初のあのシュート、ボレーシュートもあったし、ああ入ってるね。結構いいとこ行ってるかもね。やっぱり得点への意欲、多分小笠原はやっぱりもうなんだかんだっても点を取るっていうのが一番アピールするのに早いというふうに思ってるでしょうね。なるほど。だからまあできれば自分の点で勝って、そうすればポジションを取れる、うん、だから普段にも増して、まあ、パスよりもやっぱりシュートの意識ってのはこの辺でのプレーでは強いかなというふうに思いますね。ああマテラッティ、これで少しおとなしくなるかな。ゴールこそなりませんでしたが、ある意味仕留めてしまいましたね。まあ、ワールドカップではあのジランとのやり取りでね、非常に、まあね、有名になっちゃうからね。でもあのミラノダービー僕見に行った時も、点入れて喜んだのはいいけど、あのユニフォーム脱いで退場になっちゃったりね、いろいろやってくれますね。あーマテラッツちょっと一回出ますね。やっぱりもろに入っちゃった感じでしたね。まあこれ当たる角度にもよってもね、ねえ、まあこれでしばらくおとなしくしててくれてっていいですけどね。